田さん、この度はおめでとうございます。え、妊娠されたんですよね。とてもおめでたいことだと思います。お祝いのメッセージありがとうございます。でもすみません、大変失礼な質問だと思うのですが、どちら様でしょうか。え、それにどうして私の妊娠を知っているのでしょう。このことは私と婚約者の大輔くん、そしてお互いの両親にしかまだお伝えしていないはずです。あらやだ、私のことをご存じないんですの。え、私リナって言います。大輔くんから私のことは聞いていませんか。私彼ととっても深い仲なんですけど。は、私はカルコロあなたのことを全部聞いていますよ。婚約中妊娠が分かったんですよね。それで急遽入籍しようと話し合っているとか。でもそんな入籍は絶対にさせませんからね。だって大輔くんと結婚するのはこの私なんですから。は？妊娠を理由に結婚迫る女ってありえないですよね。私の方が彼にふさわしいのに横取りしないでください。ちょっと待ってくださいよ。え、深い中でどういうことですか。それに結婚するのはこの私とか。あらららららら、もしかしてストレートに言わないとわからないくらい、あなたって知能が低いことなのかしら。はい、私大輔くんと付き合っているの。彼はあなたなんかより私と結婚したがっているんだからね。付き合ってるってそれはつまり浮気ってこと。浮気じゃないわ、真剣交際。彼女のあなたがいても私たちは真剣に付き合っていたの。それを浮気って言うんですよ。嘘でしょ、こんなことってありえない。ありえないって叫びたいのは私の方ですよ。ようやく彼が私のことを選ぼうとしてくれたのに、私の方が先に妊娠していたのに。え、なんで後出しで妊娠するのよ。彼ものすごく困っていたわ。せっかく彼が私との結婚を決めたのに、変なタイミングで妊娠してんじゃないわよ、このバカ女。え、待って、先に妊娠って嘘でしょ。あなた、リナさんもお腹に子供がいるの。そうよ、もう妊娠8ヶ月。あんたより先に彼の子供を出産するんだから。妊娠8ヶ月ですって。もうそんなにお腹は大きいの。そうよ、つい最近妊娠が分かったような。あんたとは格が違うんだから。そんな嘘でしょ。彼に私の妊娠を打ち明けた時はさすがに捨てられる覚悟だったわ。でも大輔くんは私に言ってくれたの、真剣な顔で。あんたと別れてちゃんと責任を取るからって。え、だから私はずっと待っていたの、彼があんたと別れて私のことを迎えに来てくれる日をね。なのになんでそのタイミングで妊娠なんかするのよ。大輔くんから別れるタイミングを失ったって言われた時の私の悲しい気持ちわかる。いや、それを言うならあなただって私の気持ちがわかりますか。婚約して結婚式の打ち合わせ中に妊娠が分かって、お互いの両親にも報告して今日まで幸せな日々だったのに、こんな浮気暴露なんて最悪な日ですよ。うるさい、悲劇のヒロインぶってるんじゃないわよ。え、今一番困ってるのは私たちじゃない、大輔くんなんだからね。早く彼を解放して私のところに返しなさいよ。え、大輔くん毎日疲れた顔をしているの。私と結婚したいのにあなたが妊娠したばかりに言い出せなくて、私そんな彼をもう見ていられないの。だからあんたに連絡してやったんだから。それでわざわざ浮気相手自ら私に連絡してきたってわけですか。浮気相手って言わないで、私は大輔くんのお嫁さんになる女なの。そして優雅な専業主婦になって未来の後継ぎであるお腹の子供を優しく育ててあげるんだから。優雅な専業主婦。どうせあなたもそのつもりで彼と付き合ってたんでしょ。大輔くんの実家っていくつもの事業をやってる超お金持ちだもんね。彼も数年後には会社社長になるみたいだし、そんな人の奥様になれたら持ち組よね。私はお金目当てで彼と付き合っていたわけではありません。あなたと一緒にしないでください。何言ってんのよ、婚約中妊娠だなんて、早く結婚して勝ち組になりたいって言ってるようなものじゃないの。言動と行動が一致していないっつーの。は？頑張って妊娠したようだけど、お会いに行く様、彼と結婚するのはこの私、そして未来の後継ぎも私のお腹の子供に決定なの。あんた負け組決定なんだよ。なんですって。大輔くんには強く言ってあるの、絶対にあんたの子供を認知しないでってね。あんたはみじめに一人で子供を育ててね。認知しないですって。それ本当に彼がそう言ったの。人を妊娠させておいて父親からも逃げようとするなんて。それが嫌ならもう降ろしちゃえば。は？
たかが妊娠数週でしょ。一人で育てられる覚悟がないなら降ろしちゃえばいいじゃん。まあ私は彼と一緒に二人三脚で子供を育てるんだけど、最低ね。お腹に子供がいるとは思えない発言だわ。私から彼を奪おうとしたあんたに言われたくないっつーな。あんたの子供なんて彼は絶対認知してくれないんだからね。選ばれなかった負け犬女はとっとと消えなさいよ。ねえ、お望み通り消えてやるわ。その代わり後で泣いて吠えても知らないわよ。あ？どうせ今は何を言ってもわからないでしょうね。私が説明しても勝手に状況変わっていくわ。浮気男なんてあなたに譲ってあげますから、もう二度と関わらないでくださいね。あんたこれは一体どういうことなのよ。二度と関わらないでと言ったはずです。もしかして日本語はわからないほど知能が低い方ですか。なんですって。これだけ私と彼を不幸にしておいてよく言うわよ。待って、不幸とは。彼があなたと別れられたって私に報告してくれたの。これで堂々と私をご両親紹介できるってね。なのにご挨拶に行ったら水をかけられたわ。ほらほら、ニオモの体に冷たい水だなんて災難ですね。私はまだいい方よ。水なんてすぐに乾いてくれるからね。でもでも、彼なんて絶望を言い渡されたんだからね。おやまあ。しらじらしい反応しやがって。どうせ全部あんたの嫌がらせでしょ。彼のご両親から聞いたんだからね。あんたを怒らせたら一家が危ないって。もうお母さんたちは怖い言い方をしますね。まるで私が悪魔の権力者みたいじゃないですか。そのものじゃないのよ。聞いたわよ。あんたの実家って資産家らしいじゃない。資産家なんてそんな大げさですよ。祖父母が一代で資産を築き上げただけです。今両親がその資産を使っていろんな会社に資金援助や投資をしているだけですし。それを資産家っていうのよ。援助してる会社に彼の実家の会社も入ってるんだってね。あんたの実家からの援助や取引が打ち切られたって大輔くんのお母さんたちは泣きわめいていたわよ。かわいそうに、バカ息子とその浮気相手のせいで会社経営が傾きかけるなんて。私たちのせいみたいな言い方しないでよ。こんなの全部あんたのせいじゃない。はい、私が彼に選ばれたのが悔しいからってこんなのひどいわ。彼に物を言わせてこんなひどい嫌がらせなんて同じ妊娠している女とは思えないわ。あんたみたいな人が母親だなんてお腹の子供もかわいそうね。その言葉そっくりそのまま言い返すわ。は？人の男を奪う母親なんてお腹の子供にとってはた迷惑な胎教教育でしょうね。父親は実家にも絶縁されて母親は倫理観ゼロ女。お腹の子供には同情するわ。はあ？あんたにだけは言われたくないっつーな。言っておくけどね、私たちはこんなことじゃ諦めないんだからね。ほら、意外と負けず嫌いなのね。あんたの家の援助がなくても私たちには可愛いお腹の子供がいるんだから。母親と父親は子供のためなら何だってできるの。どんな逆境でも彼の実家の会社を私たちが立て直してみせるんだから。素敵な心構えだわ。でも彼は絶縁されたのよね。会社を立て直そうにもそもそも継ぐこともできないんじゃないかしら。絶縁なんてきっとご両親は本気じゃないわ。あんたたちに援助を打ち切られてパニックになってるだけ。落ち着けばすぐに私と彼に戻ってきてって連絡が来るはずよ。落ち着けば？だってこっちには待望のお孫ちゃんがいるんだもの。彼は会社さえ立て直せばご両親は何も文句ないはず。そんでもってこっちには将来の後継ぎもいるんだもの。絶対に私たちとの絶縁なんて取りやめるはずよ。呆れるほどすごいですね。私には彼が会社の立て直しをできるほど優秀な人には見えないわ。所詮婚約期間中に浮気するような人だもの。男はそれぐらいバイタリティがある方がいいのよ。え？いい？これは宣誓告よ。どれだけあんたが嫌がらせしてきても私たちは負けないからね。彼の家を継ぐのは彼とこの私の子供なんだから。あんたは彼の婚約者でも妻でもない負け組女なんだからね。いや、義理の妹です。え、義理の妹？あ、何わけわかんないこと言ってるのよ。ああそうだった、あなたは知能が低いから優しく説明しないとですよね。あ、ついさっき彼のご両親から連絡があったの。
絶対にあなたたちとは絶縁するから、私たちの養子娘にならないかってね。養子娘？マシコ君とは別れることと、お腹の子供は認知されずに一人で育てていくことを伝えたの。そしたら向こうのご両親が土下座の影響で謝り出してね。ぜひ息子の代わりに責任を取らせてほしい。で、私を養子することを提案してくれたの。嘘でしょ。実の息子と絶縁してあんたを養子にってバカじゃないの？バカなのはあなたたちにレベルを合わせてあげた結果でしょうが。え？息子が父親の責任を果たさないなら、自分たちも親として息子に責任を持つつもりはないですって。未来永劫絶縁するし、あなたたちの子供には何の援助もするつもりはないっすよ。あ、嘘でしょ。まあ、うちのとしてはうちの援助も欲しいだろうしね。息子のせいで会社も両親の人生も傾くくらいなら、援助の駆け足となってくれる私を養子に取りたいわよね。こんなのありえないわ。私だって彼の子供を妊娠しているのに。だからあなたには愛しの大輔くんがいるじゃない。私には夫が、お腹の子供には父親がいないの。私たちにはないものがあって羨ましいわ。こっちにはお金がないんだよ。あんただけずるいわよ。もうごめんなさい。これから養子についてうちの両親も含めて話し合いがあるの。忙しいからこれで失礼するわね。待ちなさいよ。話はまだ終わっていないわよ。お互いにお腹の子供を頑張って産んであげましょうね。それじゃあさようなら。話し合いの結果、私は彼の実家の養子となることが決定し、私の実家から彼の実家の会社への援助や取引も今まで通りに再開。その後は無事に子供を出産しましたが、双方の両親から溺愛されながらすくすくと成長中です。対して大輔くんとりなさんはというと、夢の専業主婦生活はできず、出産後すぐに働きに出て頑張っていると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。